2024年の2月26日。一年後の自分へ。今、何してるんだお前は。だって、24、ちゃうわ、25歳になってるでしょ ?25 歳って言ったらやっぱあれじゃない?やっぱ、結婚とかしてんじゃない?もうそろそろ。そういう年でしょ?何してんだ ?25 で。もしかして独身?一人?もしかして彼氏もおらん?惨めですね、それ。とても惨めだと思います。25歳だったらね、まあ、仕事も安定してね、まあ、彼氏とかね、なんかもうできてるんじゃないんですか?やっぱり子供とかもね、なんかもう将来のこととかいっぱい考えてるんじゃないですか?ん?酒ばっかり飲んでるって?バカ野郎、お前何してんだよ。1年後だぞ。張り切って本気出せや。25でしょ ?24 か。24歳。え ?24 歳。そうや、24歳だってんじゃん。だって24歳って言ったらさ、あと1年でもう、アラサーとか言うもうやつに、アラサーって25からって知らんけどさ、入るんですよ。いや、君は何をしてんだ、24になって。もう、しょうがないな、もうマジで。本当に。まあ自分も、23歳の自分はですね、まあ、こういう感じで、まあ、YouTube 負けわからままやってるんですけど、1年後の自分ってどうなってるんだ?そのまあ、結婚してるか、まあもうハリウッドスターみたいになってるみたいな、もう。もっと、お前はもっと、有名になれるんだから、有名にやったらいいじゃないか。ということで。うん。まあ自分はね、期待してますよ。24歳の自分。もっと今よりビッグになってると思います。期待してるぜ。お前の活躍を。じゃあ。